昨日のね、中3のいじめの相談がありましたけれども、前回も、えっ、ー、と、コラボで上がってきてるんですよ。で、俺も、えっ、ー、とー、昨日のアーカイブちょっと覚えてらっしゃる方いらっしゃるかわかんないですけど、僕何回か、えっ、ー、と、そのコラボに上がってるの無視してるんですよ。はい。無視してるんですね。で、無視してて、あのー、なんで無視してたかっていうと、 その名前を知ってたんすよ、俺。知ってたんすけど、何で上がったのか覚えてなかった。そう。何のこっちゃ覚えとらんかってさ、そう。ほんで、えっ、ー、と、配信終わった後にガンムちゃんに聞いたら、これ、前もこの人来てると。うん。しかも、今回と同じで、これこれと,とつった後に来てんねん。で、これ証拠音声があるんで、 ええ、昨日15歳中学3年生って言ってたじゃないですか。まあちょっともう編集今僕今日先ほどまで編集しててやっと終わったんですけど、これちょっとここの部分聞いていただいていいですかじゃあこの一部分だけば、あの、流します。ああ、ここら辺ですかね。えっ、ー、ともう最初から。なんか変なの突きたんだけどなこれさっきから繰り返し来てるやつ。はい。これね。これ昨日のです。はい。これ昨日です。 すいませんなんかさっきがなんかかツイか追加がバグって出て、はい、なんか何回もすいませんこれ昨日の相談ですねこれ昨日の相談ですなんか今いじめられててはいな何歳ですかあなたは今15歳なんですけどあ十15歳はいあここまで聞いていただいて今の15歳って言ってたじゃないですか中学生ででそれがですね声がなんかガビガビしてるのはこれちょっと僕の方の機械トラブルの方です<わ>前回の相談はいこんばんは はじめましてはじめましてはいはいあ談いいですよどうぞ同じ声ですよね段なんかすごいあの声が残っちゃってこれ前回の相談9月ですこれ例えばプーさんって言うとしたらもうプーさんみたいなああ音ってことすかねあっそうなうですきつ音で返事なか通っててはいはい 薬に出してもらってるんですけど、はい、ここです。ちなみにおいくつなんですか今,あ今26なんですけど。聞きましたここ。な何歳ですかあなた今15歳なんですけど。今26六なんですけど。はいはい、今15歳なんですけど。今。はい ちなみにここの編集僕頑張りました。見ます？えー、これま,また後ほどまたいつかアップするんですけど動画ね。えー、ここら辺のここら辺頑張ったんですよ僕、えー、編集はい。薬に出してもらってるんですけど。はい、ちなみにおいくつなんですか今？今二十六なんですけど。はいはいはい。<laughs> <laughs> はい。えー、今二十六年ビスコンホはホイホイ。<laughs> いや、これ僕が編集してます。はははいはい、はいな。何歳ですか、あなたは。今十五歳なんですけど、今二十六年ビスコンホ今十五歳なんですけど、今二十六年ビスコンホイホイ。っていうね、えー、まあちょっとこれはね。 マジでね、怖かったんでね、これはね。うーん。はい。っていう感じでね、えー、まあ、編集させていただいてますっていう。まあまあ後ほどまた今度ね、えー、アップさせていただきますけれども。いや、学校名言ってこないね。うーん。いや、これやばくないっていう。あ、よしも奇妙なものだたりやってんの、今。あ、そうなのうん。いや、これ謎でしょ本当に。うーん。 いや、今日、あの、今日さっきまで編集しとった、これ。うん、ええー、っていうことで、まあちょっとそういう感じで、まあちょっとありましたっていうね。嘘相談来ましたよ、久々にっていう。まあ久々でもないですけどね。割と結構俺のところ嘘相談あるんですよ。ついこの間もありましたからね。うん。そうそう、嘘相談がね。だからもうど、どういうつもりなのかなっていう。謎じゃない普通に。うん。そう。 で、しかもさ、このいじめの相談の時さ、最後の方さ、相談乗ってさ、最後の方泣いとったんやで。そう。だから目的わからんねん、ガチでよ。おどうしたらええねんっていうさ。うん、なんか。いや、泣いとった、泣いとった。いや、まあ、あのー、後日ね。ええー、と、まあ、後日っつってもですね、まだしばらく先にはなるんですけど、1ヶ月先ぐらいになるんですけど。そうそう。え、でもね、前回は、前回はこれこれの通話が終わって、 えっと、30分以上してからなんですよ。はい。30分以上してから、なんかあの、そう、あの、なんですかね。えっ、ー、と、通話来てるんで。だから、させたくないっていうわけではないと思うんですよね。 だなんだろうねガチで。ガチで謎なんよ。ちなみにあの前回の時は、あの、これ動画のところでカットしたけど、前回は、あの、長老と俺が通話した次の日にこれこれとさ、なんかあの、プチバトルしたじゃん。<laughs> ね。そう。あの、まあ、これリスの方はご存知かと思いますし、えー、僕の方の配信聞いてる方もご存知だと思うんですけど、あの日です。はい。 長老とバトった日、あ、長老と、長老の剣でこれこれと、そう、あの、バトった日ですね。うん。あの日に、あのー、さっきの26歳って言ってるのあって、で、今回は15歳っつって、そう。毎回あの、これこれと通話した日なんですよ。うん。2分の2でこれこれと通話した日なんですよね。だから多分おそらくだけど、これリスなのかなとも思うんですけど、いや、なんか謎なんだよね。うーん。 でも、注目されたいんだとするとだよ。注目されたいんだとすると、もし26歳で1回目来てるんだから、26歳で別の相談をなんか無理くり作ればいいわけじゃん。それ、年齢変える必要ないのよ。そう。で、しかもだよ。あの、コラボで上がってるから、ID も分かっとるし、あの、アカウント名も分かってるし、あの、アイコンも分かっとるわけ。そう。だから、そうなってくると、年齢を変える必要ないんだよね。 おうおうそう。っていうね。で、しかも俺、動画、過去のその動画は、もうすでに上がってるんですよ。その26歳、あ、10、26歳って言ってた時の動画のタイトルは、えっ、ー、と、どれやっけなえーとね、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、き音症で、あ、これだ。喫音症の悩みと対策、えー、米印、通話、 音声のダブリーはこちらのミスで進みませんっていう、はい。動画があるんですよ。それもうすでに上がってるっすよ。うん。はいはい。いやー多分あるんじゃないかな。だって前回の時と全く同じアカウントできてるからね。そうそうそう。それ昨日見た、あ、本当そう。ありがとうございます。見てくださって。うん。そう。喫音症の悩みと対策っていう、はい。あのー、も全く同じアカウントだったっす。名前も同じのままでした。 だから意味わからないのよ。そう、作り立てのアカウントじゃなくて、ええー、と、レベルもね、結構まあまあそれなりにあるっすよ。うん。そうそう。だから謎なんだよね。謎なの、マジで。何の目的っていう。怖いのよ、普通に。シンプルに。目的わからずで。そう。っていうね。うん。いや、ガチの謎なのよ。そんな目的が全くわからないっていうさ。そうそうそう。いや、まあ今日は来てない。今日は来てない。 ツイッターとは多分連携してない。あの、キャス赤だね。うん。そうそう。いや、だからそう、気づかれるリスクもあるし、なのにもかかわらず、まだ違うさ、相談内容とかっていうんだったらわかるけどさ、年齢変えてくる理由なくないっていう。ああ、そう、12時す、そう、前後ぐらいだった、前も。うん。前も、今回も12時過ぎてて、そう。だから今日ももしワンチャン来るならば、いや、でも今日これこれ、YouTube でしょ うん。今日これこれ YouTube ライブでしょってことは多分これこれの YouTube ライブ行くから俺んとこには来ないと思うんだよね。な、ワンチャンこれこれから、なんかつべら中に、なんか突があるんだったらワンチャンあるかもしんないけどね。いやほんとそう、喫煙の人に対しても、あの、いじめの人に対してもそう、失礼だしねっていう。でもワンチャンよ。これワンチャンね。可能性として、要はあの、多重人格障害みたいな可能性は、 ないことはないかなと思って。今、現、現在26歳で、んで、過去いじめられたことがあって、学生時代にね。で、その頃の人格が出てきて、で、それの、なんか今現在もまだいじめられてるみたいな、そう。っていう。その可能性は、ないかも、ないこともないっていう。だから、喋り方も一緒やしね、口調も。うん。そう。 え、だから話し方が一緒だからこそ逆に、その自分の昔のっていう可能性がある。うん。って俺思って。そうそうそう。そう逆にね。逆に喋り方も一緒やからっていう。うん。だからその、うん。いやだから口調変わるでって俺も思ったんやけど、でも必ずしもそうじゃないじゃんっていう。全部が全部そうじゃないでしょ多分っていう。口調が変わるパターン、変わらないパターンもあるんじゃないっていう。うーん。 なんかちょっと怖いなーっていう。シンプルに目的がわからんすぎてね。そう。だから単純に構って欲しいだけだったら、別に年齢変える必要ないやんかっていう。うん。そうそうそう。っていうね。うーん。なにうーん。そうなると。そう、だから多重人格のま、そう、まあ、確かにね、突のタイミングは説明つかんけどね。そうなるとね。ああそうそう。 ミュンヒハウゼンだったら、うん、ちょっと、うん、どっちも多い時に突したい人格。確かにね。だから前回の時も、あの、閲覧多かった時なんよ。これこれの、あのところで突いって、で、これこれの配信が終わった後かなんかで、なんか多分閲覧がバーンと流れてきてっていう。うん、そういうタイミングなんよね。うん。 いや、だから、要は、俺の枠だじゃないと思うんだけど、単純に、これリスが多いね。昨日も、その前回も。そう。これこれには嫁る勇気ないけど、これリスは多いね。昨日も今日も。あ、昨日も今日もじゃない。昨日もこの前も。そう。だから、これリスの中で認知度を、自分の認知度を高めたいのか、 そう。ほんでしかも、これリスの前で自分をアピールしたいけれども、これこれんところに上がったら叩かれるやんか。俺んところ突、突射叩き禁止にしてるから、これリスにアピールしつつ、叩かれもしないっていう。そうそう。っていう環境なんよね。うん。だからその可能性かなーとも思っててさ。うん。そう。っていうね。うん。 そうそう、その可能性もあるんじゃねえかなと思って。うん。だから、さっきの音声聞いた通りよ。マジで。完全同一人物よ。うん。いや、対処難しいよね。だからもう次、もし万が一来たら、多分俺の配信を普段から聞いてるような感じではないような気がするんだよね。うん。だそうすると、まあ今この話を本人聞いてるかどうか知らないけど、もし聞いてなかったら多分来るやんか、また。あん。ね。 そうそうそうだから次来たらちょっとうんあのー、聞いてみようかなっていう多分来ない気がするけどねわかんないけどどうだろうねうーんそうそうそうっていうことをだからまあちょっと気持ち悪い話だなっていう目的にどう聞くいや普通にストレートに聞くえってかお前さあのー、前々回26歳っつってて今回15歳前回15歳っつってて今回何歳なの って聞く <laughs> ああマジでうんそうそうそう。っていうねまあちょっと不思議な話でしたっていうね。